国際結婚第一王とかなんとかって言われてますけど。彼は私の娘を渡すというなら秘密を教えると言いましたね。物語でしょうかね。そうですね、喜んで行って、喜んで行ったのか、うん、泣きながら行ったのか分からないですね。助けようと思って降りたばってん。着物しか浮いとらんやったとな。見つからんやった、若さが。蘇我先生はポルトガルまでいたて、そしてまた来た時にはまあ条件でや、うん、それじゃあ、言うて稼いと言うて、やってその時ノットランバ、ノットランバな、その時ノットランバするんだ。だからあったかもしれないし、うん、なかったかもしれないすらわからないよね。うんうん、なんかさ1年後に帰っていら来たんですよね。若さは船になんかまた種子島に帰ってきたちって伝えられてますよね。